さあ今日も双葉書道会のマス目押しを使って翼ペン字で解説していきます。翼ちょっと書くの難しいですよね。特殊な文字ではあるかなと思います。まずは上半身に対して下半身が大きくなると子供っぽい印象あります。結構この辺見てください。羽と田んぼの縦でもう半分よりも下に来てますよね。あとはこの長い横線をいかに左右方向に長く見せつけるかっていうのが美しい文字へのポイントになるんですが、それ以外の横線が幅広くなってしまうとなんだか太って見えてしまいますよね。さあちょっと書きながらね、お習字との違いも含めて説明していきます。まずお習字の世界だったらこういうふうにぎゅうぎゅうに横線などを書いてこう線をひっつけてね、こういうふうに点画も大きく書いて書いていたと思います。線がねひっつくんですよね。別にこれでも悪くないんですけれども、ちょっと大人が書くにはスマートさに欠けるかなと思うので三角としておきますね。さあ羽ね書きながら説明していきますね。まずはねこれをスマートにしていくためには横線などを短くします。はい、結構スマートですよね。点画だけちょっと外に出してもいいかもしれません。もうこの段階でだいぶ大人っぽいですね。まあ、その分ね間ちょっと隙間開けるんですよね。パーツ小さくし、パーツ同士を開けることによってスマートな印象に練っていきます。さあ田んぼの田、内側に入れるんですね。やはりくびれがあった方がスタイルがよく見えますよね。さあ今日もこの縦線同士はある程度狭くしていきます。狭くすればするほどこの長い横線は美しく左右方向に長く見えますからね。点々も広げてしまうとせっかくのこの横線が短く見えてしまうので、真ん中にコンパクトに書く方がいいでしょうね。さあ続いて筆ペンで解説していきます。画数が多い文字ほど細く書く、まあ、これ以上にちょっと細く書きましょう。細く書いた方が画数が多いと混雑せずに綺麗に見えやすいんですよね。細く書いて少し隙間を空けてあげます。まあ、この辺は狭いところなんで少しね、太くてもいいんですけれども、でもあんまり太くなりすぎないように注意していきます。無駄に太くなると線と線の間の美しい余白が消えてしまって、ちょっとスマートさに欠けますからね。特に長い横線細いですよね。点画も細く小さく書きましょう。さあ続いて大筆で解説していきます。さあおさらいですね。この横線短くし、あんまりね、一番長い横線以外は長くしない方がいいんですよね。横線は短くします。こうするとすごいスマートになりますからね。であまり画数が多い文字、まあ、これ17画もありますから、画数が多い文字は太く書かない方がいいんですね。画数の少ない文字に比べると、まあ、だいぶね、細いかなと思います。でこの横線はね、最も細くなる線です。結構細いです。これ細いとね、かなり、スマートな印象になりますね。で点画もあんまり太くしすぎない方がいいですね。さあ続いて行書です。横線の斜め上がりがこういうふうに最初の方上がらないんですよね。であとこうやって曲がり角が丸くなると行書っぽくなるし、まあ、そこそこに線をこうやってつなげていきます。こうやってふわーっと丸みを帯びさせると楷書から行書に変わっていくんですね。こうやって下の方の横線を強く斜めに上げたりすると、まあ、行書らしく美しく崩れてくれますね。ここまでが美文字です。ここからはお遊びです。この文字難しいですよね。やはりこう軽やかに書いた方がいいんじゃないかな。私だったらこうやって太くし細くし、こう余白を生かすようにし、まあちょっとこう飛んでいくような印象にしたいですよね。ちょっと軽い線を使ってこう翼感を表現したいですね。ちょっとさっき大人っぽすぎたので少し可愛らしさを取り入れつつ軽やかにもしていきたいです。左を小さく右を大きく細くします。左を小さく太く右をこうやって細くしていき、ちょっと軽やかな印象にしていきますね。前もって半紙をこうキリキリしてちょっと翼の形にしてみました。これ使ってちょっとイラスト的になると渋い書道に合わないので、ちょっとこう抽象的に表現していきたいと思います。今日はねちょっと華やかさを出したいので全体的に金色をちょっとおっとまぶしていきたいと思います。この翼以外の部分にちょっと金色をつけて紙自体に色をつけていきます。なんか手がちょっとだいぶ汚れてしまってますけど、今日はちょっと派手にしていきたい気分ですね。で今度はずらしてシルバーをきれいにかけていきます。このシルバーちょっとね出すぎちゃうので噴射口を小さく押して粒を大きいパターンにしていきますね。難しいな。
ちょっと話してあげましょう。お、ちょっと曖昧だけど翼感残ってるの分かりますか？なんかもうちょっと衣装を施そうかなと思ったんですけど、このままでもなんか十分こう光の角度で翼が出て、ほら面白くないですか？ちょっと大人の範囲で翼、あんまり翼はっきりすると子供っぽい印象になるかなと思ったんで、これぐらいにしておきます。でもね、シルバーと銀ってちょっと G 隠しちゃうので、上からちょっとねかすれを使って、ちょっとねやっぱり黒い線の部分をなんかちょっと残像のようにね引っかきながら、まあ完全に塗るわけでもなく、ちょっと雰囲気よく出していきますね。お、まあこれもこれで雰囲気が出ましたね。でやっぱりゴールドのパウダーですね。いや、華やかさが欲しいので全体的にちょっとラメを使っていきましょうかね。このラメってね、結構もう非売品で貴重なんですよね。なんか世界堂でいろいろ画材買ってるんですけど、なんかねこれもう販売やめちゃったんですよね。だからもうなかなか手に入らないんで貴重なんですけど、ちょっと贅沢に使っていきます。今度は贅沢にシルバーを使っていきます。なんかちょっともったいないんですけど、金とシルバー使うんですよ。なんか翼に僕すごい気合入ってますねなんか翼表現したかったんですよね。さあ、あたりに粉やねスプレーがすごい散ってしまいましたけれども、まあでも今日は綺麗に表現できたんじゃないかなと思います。よく見たら翼が見えてるみたいな、はい、これ結構力作かな今度の展覧会でこれ飾らせていただきたいと思います。以上です、ありがとうございました。さあ、いかがだったでしょうか。まあ久しぶりなんか表現しやすそうな、あのしやすい文字が来て私は嬉しいです。はい、筆にゴールドのラメが残ってキラキラして綺麗ですね。これ後で掃除大変なんですよねなんかひっついて離れないんで、ガムテープとかコロコロ使ってちょっと取らないといけないんですけど、まあでもね、アートは爆発ですよ。うん、最近ちょっとこうスプレー使っていなかったんで、今日は久しぶり楽しかったですね。なんかね、最近までね私体調不良だったんですよね。うん、本当珍しい。教室もちょっとお休みさせていただいたんですよ、2回ほど。実はね、17年間書道教室やってるんですけど、僕体調不良による休みは初めてなんですよ。まあ3年、まあこのコロナ禍で、コロナ禍の前は体調不良であっても出てたんですよ、正直。なんかもう意地でも休みたくなくて。まあでもこのご時世、自分は良くてもね周りに迷惑かけてしまうんで、コロナでもインフルでもなかったんですけど、まあやっぱり休みを選択しましたね、残念ですけれども。なんで今月は月末まで教室あるんですが、まあまあまあ書道教室のこと今お話出ましたけども、ぜひね書道教室にも遊びに、体験にねいらしてくださいね。はい、今回以上なんですが、改めましてチャンネル登録とグッドボタンをお願いしています。2000文字の常用漢字ペン字筆ペン大筆楷書行書アートを解説していきます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してください。以上です、ありがとうございました。